どうも大之助です。今回はブログをやる上で重要なマインドについて解説していきたいなというふうに思います。 まああの副業興味あるけどやったことないという人たちも副業って実は本業に対してもすごいいい効果があるんですよ、さまざまなメリットがあるんですよって話だったりまあメンタルが安定するとかあの本業でのチームワーク行動が増えるだったりとかでその中でも副業の中でもとにかくブログっておすすめなんですよというブログのメリットとかスマホ1台で今からでもできるブログの始め方についても過去の別の動画で紹介してるんですけどじゃあブログを書くにあたってそもそもあらかじめ知っておきたいマインドとか心構えってたくさんあるんですよね。それらを頭の片隅に みたいにえブ,ラグブログやってても全然稼げないじゃんもうやめたっていう風にすぐ挫折してしまうわけなんですよね。ということで、まあ、僕自身の体験談も踏まえてそして、まあ、トップブロガーの方々がおっしゃってるような意見とかもまとめつつそのブログをやる上で重要な心構えとかマインドについて解説していきたいなという風に思いますで。まず最初なんですけど 自分の好きなことを書ききましょうって話なんですよね、まあ、好きこそものの上手になるって言葉もありますけど最初からお金目的にすると続かないくらいなんですよただこれってちょっとジレンマというか矛盾はらんでますよねおいおいそもそも副業としてブログをやるのって副業でお金稼ぎたいから収入を得たいから副業あのブログをやるのにあのお金を目的にしちゃ駄目ってどういうことだよって話なんですけど。 まああのそもそもブログって収益が発生するまでに最短で3ヶ月で最長で何年もかかるわけなんですよね人によっては7年ぐらいかかってるわけだし僕も3年ぐらいやっててもうほぼ無収入なんですけどじゃあなんでやってんのって話なんですけどまあマインドとしては。 あの好きなことをやっていて好きな情報発信をしていてたまたま人に感動を与えたりとかたの楽しませていたりとか人の役に立っていたら気が付いたらお金があの入っているようになったみたいなぐらいの気持ちで始めることが重要なんですよね。というのもお金を稼ぐことって結局人に価値提供する人に感謝されることが前提なわけなんですよね。 お金稼ぎたいからどうでもいいような広告をみんなになんか商品を売りつけたらっていう風に思ってるかもしれないですけどそれじゃ当然売れないわけなんですよ皆さんもなんか皆さんが全く興味のないし皆さんの意見を聞かずに何か訪問販売でこれどうですかこれいりませんかこれけん玉いりませんかみたいな風に言われたらいらねえよっていう風になりますよねみたいな風に結局相手のニーズを把握して相手に貸していく当たることが重要なわけなんですよねまあ例えばスティーブ・ジョブズさんが開発した iPhone なんですけど iPhone って 僕たたちちち人類の生活をめゃゃくくく豊かにしししててれれまますよねしてくれましたよねねだからこそみんな iPhone 買ったじゃないですかで iPhone 買うっていうことはその分そんなアイディアを発明したスティーブ・ジョブズにたくさん富が入ってくるようになったっていう結局それは人の生活を楽にしたからっていうお金っていうのは人,人の生活を楽にしたその見返り,見返りとしてついてきてるに過ぎないって話なんですよね、まあ、人間には偏方性の原理という心理あの法則があって人に何かを与えたら相手は何か2.5倍ぐらいその,あの,のものをものを 相手のことを嫌っていていもお返ししたくななるわけなんですよ。例えば皆さんが大之助のことをめちゃくちゃ嫌いだっていう風に思ってても僕がなんかキンキンのコーラを夏にあげたら「うわ大之助いいやつだなちょっと何かしらちょっとこの前ジュースおごってもらったから飯でもおごろうかな」みたいな風に何かしらお返しをしたくなるわけなんですよね。だから、 日頃からそのなんか、これ無料なのっていうぐらい、無料としてはもったいなくないっていうぐらい、皆さんだけのオリジナルの知識とか、皆さんの専門分野とか、皆さんの好きなことに熱中している話とかっていうのを、まあまあ、YouTube でもブログでも何でもいいんですけど、いろんなところで情報発信しまくって、知識や経験という名のう情報を与えまくりましょうと。 だったらお礼としてその,なんかその情報を見て心,心を動かされた人たちは皆さんのファンになったり応援してくれたり、まあ、あわよくば何か商品を買ってくれるかもしれないわけなんですよねそれぐらいの気持ちでやりましょうって話なんですよね最初からお金目的にするのはやりましょうと人に価値提供することが大事ですよって話なんですよねだから長期間その長時間長期間自分の記事を読んでもらって応援してくれるようなあのそんなコンテンツを作っていきましょうって話なんですよね ま、そしてすぐにはブログって稼げないんだよって数年単位で時間をかけて稼,ぐ稼げるもんなんだよっていうことを認識しておきましょうとそもそもちょっと書いただけですぐあの稼げるんだったらもっとみんなブログやってますからねで,で <laughs> みんなができないからこそやる価値があるというかそ,のそれをできるようにな,るかなったら強い武器になるわけなんですよねだからこそまあ最初はお金目的にしないっていうことを覚えておきましょう で、まあ、好きなことを書くことが大事っていう風に言ったんですけど好奇心は最大のモチベーションなんですよさっきちらっと好きこそものの上手なれって言ったんですけどやっぱり自分の好きなこととか興味を持ってることって脳が活性化して記憶力とか集中力がブーストされたりとか多少失敗してもめげずに粘り強く物事に取り組めるようになるわけなんですよこれ皆さん経験済みだと思うんですけどだから まあ社会では死んだ顔をした大人たちがなんか好きなことで生きていけるほど世の中甘くないよみたいな風に言うかもしれないですけど彼らはあの、まあ、人生で多分ろくに努力してこなかったんでしょうねだって自分の好きなことに熱中してたらこれぐらいの補正があるっていうのはこれぐらいのブーストがあるっていうことは分かってるわけなんですよねちょっと変なとこしちゃったごめん戻りますねで、まあ、何が言いたいのかっていうとそのやっぱり好きなことで成功してる人たちって山ほどいるじゃないですか例えばメンタリスト DAIGO さんとか堀江貴文さんとかオリジの中田敦子さんとかねで あのやっぱりその、まあ、自分が興味のないことをいやいややらされて成功できるほど社会は甘くないわけなんですよね好きなこと以外で成功できるほど社会は甘くないわけなんですよだからこそそして物事を長く継続するためにもやっぱり自分の好きなこと楽しいことじゃないと続けられないじゃないですかということもあ,あるからその、まあ、読者に対してそのなんか質の良いコンテンツを提供するためにもそして自分のモチベーションを高めるためにも自分の成長のためにもやっぱり自分の好きなことを書きましょうって話なんですよねそして 重要な考え方として好きなことを書くっていうのもそのやっぱり思考停止して人の真似ばかりしているとあのやっぱ自分を見失うわけなんですよねもちろんそのスポーツだろうがどのあのまあもちろん副業だろうがね仕事だろうが。 ううまくいいっっててるる人ののをするっていうのはあのやっぱり合理的な,そのなんかセオリーとかを踏襲するっていう意味じゃ成長が早くなるかもしれないですけど思考停止して例えば皆さんが YouTube やりますっていうふうになった時にやろうかなっていうふうに思った時にあのなんかヒカキンがメントスコーラとか泥人形を作ってめちゃくちゃ再生数回ってるんだったら自分もやってみようかなっていうふうに思って猿真似したところでそのなんかどこの馬の骨かもわからないようなやつのメントスコーラ見るよりヒカキンさんのメントスコーラ見た方が絶対面白いじゃないですかっていうふうに2番センチに落ち着くわけなんですよね。2番 うわけなんですよね。だから、うまくいっている人たちをなんかいくつか比べてみて。 あこういう共通点があるなだからこういうところを押さえたらいいのかとかそういう基礎を押さえた上でじゃあ自分の独自のオリジナリティとか他の人にはない武器をあの付け足すにはどうしたらいいのかなっていうふうに基本を押さえた上でその自分の独自性を貫くっていう考え方とかいいんですけどその、まあ、なんかこれが今流行ってるからっていうふうに猿まねしたら結局自分って何が好きだったんだっけっていうふうになっちゃうしなんかあの人のまねを,をするという作業をすることによって自分の好きなことから遠のいてしまうわけなんですよね。だから そのなんか周りの世の中のニーズとかにをなんか察知するとか調べるとかも大事なんですけどとにかく自分の好きなことを貫く,貫くのが大事なんですよって話なんですよねと、まあ、尖ったことを言うとか自分の,そのなんか尖った考え方変わった考え方とかに対してその興味を持ってくれているとか応援してくれているファンがいるかもしれないわけなんですよねだから自分の,その個性をちゃんとと強めに生かししていきましょうとだから人と同じ真似ばかりしていると人と同じことばかりしているとそなんか。 買いがく存在にななるわけなんですよね別にあのお前の買いなんていくらでもいるよっていうふうになっちゃうからだからわざわざ時間をかけてあなたのブログなんてあなたの情報発信なんて見ようと思いませんよっていうふうになっちゃうわけなんですよねだからこそ他人のそしてあのなんかまあインフルエンサーとかその、まあ、トップのブロガーとかにもいろんなその企業の案件とかこれ紹介してもらえませんかみたいなお話が来るかもしれないですけど適当になんか自分が欲しくもないような商品を売ったりとか これ友達とか家族に自信を持っておすすめできるっていうようなもの以外の商品を売りまくってたら結局自分のファンからの信頼を損ねるよって話なんですよね。 だから自分が欲しいと思ったものとか自分の家族とか友人とかに自信を持っておすすめできるもの以外は紹介しないようにしましょうって話なんですよ。まあ、これそのブログ以外でも YouTube とか SNS で情報発信するときも同様な話なんですけど結局目先の小銭欲しさで自分が欲しくもないようなものを適当に紹介してるとそのなんかフ,ァンたファンたちもそれ気づくわけなんですよね。あこれなんかあの本当にいい商品なのかなってなんかいやいやというかとりあえず言われたからやってるよなみたいな風になっちゃうわけなんですよね。だったらこの人は このインフルエンサーこのブロガーは私たちのためじゃなくて自分の小銭のために私たちを利用してるんだっていうふうになっちゃうわけなんですよねあのなんかネットワークビジネスをやってる人たちみたいになっちゃうわけなんですよねだからそのなんか自分のことを長期的に応援してくれているファンがどんどん減ってって結局その自分を応援してくれる人がいなくなるからその長期的には貧乏になっちゃう自分何も稼げなくなっちゃうっていうふうになるわけなんですよね信頼は作るのには時間かかるけど崩すのは一瞬なんですよだからこそ 例えばメンタリスト DAIGO さんとかもう正直で正直すぎて言っちゃいけないこととか言っちゃいますけどだからこそその忖度せずにこれはいいという風に思った商品を紹介するから彼が紹介するものとかワインとかってめっちゃ売れるわけなんですよねみたいなふうに正直でいることその悪いことは悪いっていうふうに言うこととか自分が良いという風に思った商品しか紹介しないみたいな一貫性を保つことって非常に重要な戦略,戦戦略なわけなんですよね、まあ、英語のことわざでも正直さはあの最高の政策だみたいな最高の、えー、となんだっけ 最高のポリシーだじ,ゃじゃないな、いすいません紹介してるなんだけど言葉忘れちゃったな最良の,あの戦略だみたいな言葉もあるわけなんですよねだから正直だとか,そのなんか自分が欲しいものっていうのをちゃんと紹介するようにしましょうっていうのが大事なわけなんですよねだからまあ要するに自分を偽るのって話なんですよ自分に正直に情報を発信しましょうって話なんですよねそして、 今ブログをやる上であの重要なマインドとして、なんかいろんな有料商材とかあるわけなんですよ。とか、Google 広告で自分のブログの宣伝だったりとか、まあ例えば皆さんが YouTube やってる場合も、その Google 広告でその動画広告を回すとかもあるんですけど、そういうのはまずはお金を稼いでから、そのお金を稼いで余った資金でやりましょうって話なんですよね。というのも、まあ、あの、 例えばそのなんかブログで稼げるようになるための考え方の有料商材みたいなのをノートとかでなんか3000円とか下手したら何万円とかで売っている人たちもいるわけなんですよけどその内容ってその辺にある SNS マーケティングの本とかを,書いを読んでみたら書いてるようなことばっかりなんですよねだから図書館に行って無料で本読みあさってたらあの分かるような情報とか普通にもう今時インフルエンサーとかがあのまあその程度の情報表面上の情報なんて教えまくってくれてるわけなんですよね。 だからわざわざ有料商材に頼る必要ななんんてないんですよあの。ちゃんと稼げるようになって余余剰剰資資金金が生まれたら、その余剰資金で買いましょうって話なんでで、すよねで。例えば僕の友達の話なんですけど動画編集の副業やってみようっていうふうに思ってたけどなんか動画編集ソフトで39万円もするようななんかソフトを紹介されたみたいなあの話を聞いてそれ絶対やめておけっていうやめてっていうふうに言ったわけなんですけどだってあのまあ もちろんその友達やめてくれたわけなんですけどそんなふうになんかあの形から入ろうとする素人税とか情弱とかを狙ってなんか高額な商品を売りつけるやつらっていっぱいいるわけなんですよね。 っていう風に、まあ、あの僕たちがお金持ちだったらなんかそれぐらい形から入ってもというか潤沢な資金を使ってあの潤沢な設備を整えてもいいかもしれないですけど僕たち貧乏人が取れる戦略じゃないですよね結局物事を継続するためにはいかに維持管理コストとか初期費用とかを抑えることが重要なんですよいかに継続していくかっていうのが重要なわけなんですよね。 だからお金がなくなったらもちろんその生活が立ち行かなくなるじゃないですかってなったら副業も続けられなくなりますよねだからいかに続けていくかっていうといかにコストを抑えるか手間暇とか金銭コストを抑えるのかっていうのが重要なわけなんですよだから最初から Google 広告とか,なんか有料商材で投資するっていうのは自己投資するっていうのは非常にお勧めできないわけなんですよね で例えば Google 広告そのまだ誰も閲覧数とかろくに商品が売れてない自分のブログを Google 広告で宣伝しますっていうのも全然おすすめできないわけなんですよね。というのもまだ自分の力でお金が稼げてないっていうことは誰にもそもそも価値提供できてないような質の低いブログ,の可能性ブログとかウェブサイトの可能性が高いわけなんですよね。そんんななだろう なんかあの小学生とか幼稚園児の落書きみたいなポスターを、ま、あの街に配っても誰も見ないじゃないですか誰もあそのポスターを見てこの商品買おうみたいなふうにな,ならないじゃないですかだから最低限の質を担保できるような状態になって誰かに貸し提供できるようなお金が発生するような状況になって初めて、まあ、Google 広告とかを使いましょうって話なんですよね、まあ、っていうふうに最初からお金を使うっていう戦略は非常に愚策なんですよということを覚えておいてください というかまあ、そもそもそのお金を稼ぐために副業やってるのにそれでお金使ってたら本末転倒すからね。でちょなんかあのなんかすいません画面が左右に揺れまくってますけど。 その時に重要なあのブログをやる上のマインドとして仲間を作るっていうのが重要なわけなんですよね。というのも人間一人の意志力は貧弱なわけなんですよ。僕,僕だって自己改善に関する情報とかあの意志力を高める方法とか習慣化の方法とかいうなんかほざいてますけど結局その意志力貧弱だからサボっちゃうこともあるわけなんですよね。で意志力の強い人でも誘惑お菓子とかゲームとかを目の前にした時あらがえる確率ってせいぜい50%ぐらいなんですよね。意志力の強い人でさえね。 だからその誘惑を断ちたいんだったらなんかスマホ中毒をやめたいんだったら玄関でスマホを充電するだったりとかあの帰り道にコンビニスイーツを買っちゃうとかラーメン屋に寄ってしまうんだったらコンビニとかラーメン屋の前をと以外を通るルートを選ぶみたいな風に誘惑を目にしない戦略が重要なわけなんですけどそれぐらい人間の意志力って貧弱なんですよねだから仲間を作りましょうと例えば皆さんがダイエットしようという風に思った時1人でこっそりそのなんか。 自分に誓った時って結局2日目ぐらいで腕立て伏せの習慣終わりましたよねその一方で皆さんが家族とか友人とかの前であの今年の夏までにあと3ヶ月とか2ヶ月とかの間にあの体重を3キロ落とすとそれができなかったらあなたたちにこういうものをおごりますお菓,子払いあのお菓子買いますみたいなことを言うとそのなんかあの自分に葉っぱがかかるじゃないですか。 といいいううののも人間っていうのは社会的動物であっててて群れをなして生きているわけなんですよね。だから他の人たちにこれをしますというふうに目標を宣言した上で達成できなかったらこの人って不誠実な人間だな嘘つく人間だなっていうふうに周りに思われて群れれから弾き出されてしまうわけなんですよね。だからこそ人間は群れからはぐれるのを非常に恐れるから自分の信頼性とか自分のそのなんか周りに信頼してもらうためっていうのを守るために必死に頑張るようになるわけなんですよね。 これパブリックコミットメントって言うんですけど結婚式とかでもよりたくさんの人たちの前で永遠の愛を誓うとそのなんか結婚生活が長続きしますよみたいな研究とかもあるらしくてとかあの本田圭佑さんとかコムドットのヤマトさんとかなんかビッグマウスで知られますけどあと DJ 社,と社長さんとかね彼らもあえて自分を追い込むために結構ビッグマウスに振る舞ってるところもあるって彼らも自分で言ってるわけなんですよねみたいな風に人前で目標を宣言するのって非常に重要なんですよ。だから、 海賊王に俺はなるとかあの俺はホカゲになるみたいな感じのルフィとかナルトみたいな,な自分の目標を宣言するやり方って心理学的にも非常に合理的なやり方なんですよね。っていう風にその、周りを巻きき込んでいきましょうって話なんですよね。だからそのブログとか SNS とかで自分のしゃべってる内容とか。 とあのまあ同じ自分と同じ考え方とか価値観を持っている仲間を探しましょうとまあツイッターとかでもハッシュタグで自分と同じような考え方副業仲間とか副業初心者とかあの僕だったらメンタリスト大吾さんの動画配信サービスの d ラボに入ってるわけなんですけど d ラボの仲間だったりとかリベラルアーツ大学の両学,ちゃ両学長さんの,あのリベ大のあの会員だとかそういうところとかで仲間を作るのもあり,ありなんですよねとか自分の身近な信頼している友達とかにこんなことやってるっていうふうに話すとか。 っっててていいうう風になるると応援してるよっていう、まあ、ちゃんとした対等な人間関係だったら応援してるよっていう風になってくれるしそしてあのそういう人たちもちょっと最近こういうことに悩んでるんだけどなんか君がやってるあなたがやってる情報発信のテーマでなんかあのおすすめの解決策ないっていう風に聞いてくれる可能性もあるわけなんですよね。 とか,そのなんか自分が頑張ったらその自分の友達たちに何か役立てるかもしれない自分の家族とか友達に何か,そのなんかあの還元できるかもしれないっていう風に思うとさらにモチベーションが上がるわけなんですよね特に僕の情報発信のテーマに限ったお話だと僕はそのブログとか SNS で自己改善に関する情報発信してるわけなんですよね睡眠の質を高める方法とか食生活改善とか人間関係の不和を解消する方法とか会話術とかねだから例えば僕の親父が睡眠不足で悩んでいるとかだったら睡眠の質を高めるため 勉強をするモチベーションが高まるわけなんですよ。その 睡眠に関する本を読むことによってブログで情報発信するネタが増えるだけじゃなくてそ,のそこで勉強することによって自分の親父の悩みが解決するかもしれないとか自分の友達が転職で悩んでいるんだったらあの幸福度を高める転職選びの方法に関する本とかを調べたらのそのなんかブログで発信する情報テーマをその勉強できるだけじゃなくて自分の友達の悩みを解決できるかもしれないみたいな風に自分が頑張ることによって自分の身の回りの大事な人たちを守れるかもしれないっていう風になったらやっぱモチベーションが高まるわけなんですよね。 っていうふうに重要なったらまあ友達を選ぶことが重要なわけなんですよね。誰かで構わず自分は副業をやってますっていうふうに言っちゃうとどこでそのなんか。 言いふらしてるとどこで職場にバレるのか分からないっていうのもあるしその何かあの上辺だけの友人とかに副業でお金稼いでるっていうのがバレるとまあたかられたりとかなんかあ,のまあ,あ,のあれ俺詐欺みたいな感じで「有名人と俺友達なんだよ」みたいなふうに言ってくるような中身あのスカスカのカスがいるじゃないですかそういう奴らに「俺今大之助っていうなんかインフルエンサーいるじゃんあいつと俺友達で友達でというかあいつ子分だったんだけど」みたいなふうに言うようなやつとかが出てきたりするからそういう上辺だけの友人で。 あの信頼関係の全然ないような人間には喋らないようにしましょうとそういう人たちと関わるのは控えましょうって話なんですよね。とはいえ、まあ、周りをあの自分のことを応援してくれない身近な仲間を巻き込んでいくことっていうのはあのブログを続けける上でで非常に重要ななな戦略なわけなんですよねで、まあ、さっきお話ししたその思いやりとか感謝の気持ちとかって社会的感情ってその他の人間と社会的なつながりを感じさせるあの感情っていうのは人間のやる気とかモチベーションとかを高めてくれるわけなんですよね。そそれれこそ習慣形成能力を高めてくれたりとか あのやっぱ自分が頑張ることによって自分の周りの人たちに役立てられるんだっていうふうに思ったら自然と頑張れるようになるわけなんですよね。っていうふうな、まあ、社会的感情のメリットとかそういう社会的感情その思いやりとか誇りとか感謝とかっていう。 気持ちととかかを高めるる実践方法とかも別のの動画でで、解説しているのでそちらの方気になった方々は概要欄のリンクの方から、えー、と人間関係会話の方から見ていただきたいんですけど、まあ、そんな風に周りを巻き込むこと自分一人の意志力に頼らないこと信頼しないことって非常に重要なんですよということを覚えておいてください。というのもまあ僕まあまあまあとはいえその後半の話と関わってくるんですけど副業をやる上でいちいち言いふらさないことは重要なわけなんですけどとはいえ孤独で戦うのってきついわけなんですよね。 だから自分と同じように戦っている人たちがいるからそういう人たちと会えるような、まあ、幸いなことに現代社会 SNS が発達して自分と同じような価値観を持つ人たちと出会えるようになってるからあのコミュニケーション取れるようになってるから自分一人で戦うのはやりましょうって話なんですよね。そして、 まブログをやる上で重要なマインドとして自己投資を忘れないって話なんですよ。まあ、これどの副業をやる上でもとかどの仕事をやる上でも重要な考え方なんですけど、結局健康が体が資本なわけなんですよね。だからそのなんか無理やり自分に無事をあの打って頑張ったところで必ずガス欠になるんですよ。そしてそのなんかスッカスカな状態でネ,ネタとかもちゃんと集めない状況で、あのコンテンツまあ、質の低いようなあの内容とか情報とか記事とかを提供してたら、せっかく今まで応援してくれていた人たちもあの心が離れていくわけなんですよね。 だから日頃からあのちゃんとそのメリハリをつけて本を読むとか運動するとか健康なものを食べるよく眠るだったりとか。 そうなんか自分磨きとか自分の体を休息させる時間とかを作っておきましょうって話したんですよね例えばスタンディングデスクで立ったまま作業するとあの生産効率集中力とか学習能力とかが高まる上に日頃から運動不足解消になるわけなんですよねで各あのしかも各僕も今こうやって喋ってる時もスタンディングデスクの上にスマホを立ててずっとベラベラ喋ってるわけなんですよねで日頃本読んでる時とかプログラミングの勉強してる時英語の勉強してる時とかもずっと僕その家の中に椅子ないんですよそのスタンディングデスク使うためにね っていう,ふうに僕自身もスタンディングデスクの効果をじあのなんかじあの実感しているところなんですけどで、まあ、運動不足の解消にもなるしあの非常にこれスタンディングデスクいい買い物だなっていうふうに思うわけなんですけどそれぐらい自分の運動不足解消とか自己投資って重要なわけなんですよね。で やっぱり日頃から自分磨きとか勉強することによってたくさんの知識とか経験とかっていうのが自分の語る言葉文章とかしゃべる言葉とかの端々に出てくるわけなんですよねやっぱりその眼蓄の深いとか知識とか造形が深いとかって,っていうふうに思える人たちってんかすらすらと淀みなくいろんな言葉を話せたりとかなんかいろんな古事成性とかことわざとか知ってたり偉人の名言とかを知ってたりとかすごい幅広い知識を持ってますよねもちろんそのうんちくをベラベラしゃべるのが賢いそれイコール賢いってわけではないんですけど やっぱりその人の本質とかその人の知性とかってあの些細なところからもにじみ出てきたりとかするからやっぱそのなんか幼稚な言葉だけを使うんじゃなくて日頃から勉強する姿勢っていうのが自己投資することっていうのが重要なわけなんですよねそして毎日安定したパフォーマンスを発揮するためにもあの健康に気をつけることっていうのが重要なわけなんですよねっていうのも覚えておきましょうで、まあ、ブログをやる上で重要なマインドでさっきの話自己投資を忘れないことと結構関わってくるんですけどスケジュールを決めてちゃんと休もうって話なんですよね っていうのもブログとか YouTube とかの副業ってあのスマホ1台あればできだからそのおおオリジナちの中田敦子さんみたいに海外で仕事するみたいなことも可能というメリットがあるわけなんですけど逆に言ったら自分でそのだろうここまでは仕事ここからはあのもう休みっていうふうにオンオフの切り替えのタイミングを決めておかないとあのいつでも仕事ができるから。 あっというう間に消耗してしてまうわけなんですよね夜中の11時とかでも今から動画撮影しようかなとか,とか今からブログ書こうかなっていうふうになって夜更かしして翌日の,なんかあの日程がスケジュールがだあのグダグダになってみたいなこととかもあのブロガーとかあのフリーライターの方とか結構あるわけなんですよねだからあで僕自身もそうなんだろう,そうなんか終わりの時間を決めておかないと例えばあの夏の間とかは。 もうあの夜、まあ、朝、えーと1、1年を通して冬の時期とか朝も散歩行って夜も散歩行くんですけど朝散歩、夏は暑すぎて行かないですよね。だから夜なんか8時ぐらいから公園で1時間ぐらい散歩して帰ってきたらあのもう汗だくになってるからお風呂入ってストレッチして本読んで寝るっていう風に決めてるわけなんですよね。だから夜散歩行くまでの間にそのなんか動画配信とかそのブログの作業とかを全部終えておくみたいな風に。 オオンオフのスイッチを切り替えるよようにしたんですよそれまではその例えば散歩行った後まだ今日のノルマ達成してないからあの帰ってきてからちょっとあの動画撮影するかみたいな風に思ってたら睡眠時間がめちゃくちゃ削れたりとかして生活スタイルがグダグダになったりとかしてたからやっぱりそこはもうメリハリつけるようにしたわけなんですよねだったら生産性がむしろ安定したこととかもあるからやっぱり自分であらかじめ。 そのなんか例えば朝早起きして1時間とか夜仕事から帰ってきて1時間とか休日は午前中使うで午後は思いっきり遊ぶみたいなふうに時間を決めておこうって話なんですよね。休休とは思いっきり休みましょうと であの午前中集中してで午後に昼寝して夕方ちょびっとそのなんか副業をやるだったり集中力を回復した時にちょっとだけ作業をするみたいな風にあらかじめ決めておきましょうって話なんですよねであらかじめどうやって決めたらいいんですかって話なんですけどそれはもう実践あるのみです例えば朝の1時間にあの平日朝の1時間に副業をやってみた日だったりとかあの まあ、仕事を早く本業を早く終わらせて夜に1時間あの副業をやってみた日とか休日がっつり副業やってみた日とか休日の午前中だけ副業やった日休日の午後だけ副業やって日みたいな風にいろんなケースを試してみてどれぐらい作業が進んだのかとか。 どれぐらい集中できたのかとか他にもまあ飲み会の翌日とか飲み会が終わった後とか筋肉痛の日にどれぐらい作業が進んだのかっていうふうに自分がどういう状況でどれぐらい作業が進んだのかっていうのをエクセルとかでその日記とかで記録していくとまあ自分の取り扱い説明書が分かる上にあのやっぱりこうやって体調が悪い日はどれだけ書こうっていうふうに思っても結局だらだら YouTube 見て睡眠時間削れちゃうしあんまり作業進めないから,進まないからもうさっさと寝ようみたいなふうに割り切ることができるわけなんですよね。罪悪感なく割り切る ととかかもできるからちゃんと自分のスケジュールを決めて休むっていうことが重要なんですよねっていうことを覚えておいてください。そして他にもあのブログをやる上で重要なマインドであの職場にバレそうとか本業,本業の職場では副業禁止令が出てるから副業できないんですっていう風に思う人たち例えば公務員の人とか、まあ、法律でこあの副業禁止になってますけどあの、まあ、それって皆さんその正直皆さんもお気づきかもしれないですけどあの副業しない自分を正当化するためにいや うちの職場は副業禁止なんですっていうことをでっち上げてませんかって使ってませんかって話なんですよね。どういうことかっていうと、副業について本気でやろうっていう風うに思っている人たちはちょっと調べたらわかると思うんですけど、自分の親の名義でそのなんか収益をあの振り込んだりとか、会社を作って役員報酬ゼロにしたりとか。 他にも、あの年間20万円以内の収益だったらおとがめなしだったりとか何かいろんな抜け道というかそして自分で確定申告する方法だったりとかをしたら99%バレないだったりとか,そのなんか本業のところに自分が副業してるってバレない方法っていくらでも あの調べて出てくるわけなんですけどそのうちの職場は副業禁止だからっていう風に言ってる人たちでそこまで調べてないってわけですよねだからそこまで副業をやる意欲がないけど他の人たちには本当はやりたいんだよねっていうポーズを見せたいだけっすよねって話なんですよねでしかもブログってこれまでお話ししてきたように稼げるるまでで数数ヶ月かかから数年単に時間がかかるわけなんですよだからそもそもそのなんかあのー 副業禁止と言われてもなんだよねっていうのもそれまず副業いろいろやってみて稼げるようになってから考えたらって話なんですよねでまあ正直やらない自分を正当化していたところで人生変わらないわけなんですよであの自分の収益とか資産とかお金を増やしたいからそもそもこの動画ここまで調べて聞いてくれてるんですよね自分の人生変えたいからここまでどこの馬の骨かもわからない大の助大大のな自分を変える方法とかほざいてるやつの話をここまで聞いてるんですよね自分の人生変えたたいんですよねだったら あなたがやることって言い訳すか、それとも副業すか、どっちすかって話なんですよね。まあ一生貧乏で社畜で、あの奴隷となって、五十あの50年ぐらいあと50年ぐらい働き続けたいっていうふうに思うんだったら、努力しない自分を正当化してそのままでいた方がいいと思うんですけど。 そもそも、いやいやあの、うちは副業禁止なんでっていうことを理由にしている人間たちっていうのは、今すぐブラウザバックして、そして僕のことをブロックいただければなっていうふうに思います。まあ、だから、そのブログをやるマインドで、副業禁止っていうふうに,なにあの本業で言ってるかもしれないですけど、そもそもあの抜け道があるよっていうのを探しましょうって話なんです,ななんですよね。まあ、学校ととととかか、で周りと同じことをしなさいとか そのなんか目立つことをするなみたいなふうなこととか人に言われたことだけをしろみたいなふうに洗脳されて僕たち社会に出たかもしれないですけど社会に出て自由されるのは自分の頭で考える力を持ってたりとか周りと違うことをする力を持っている人たちですからねだから自分の頭で考えて抜け道ないかなっていうふうにかあの考える習慣がやっぱりそ,のそもそも新しい一歩を踏み出す上でも重要だしブログでネタ探しだったりとか自分で文章を書く上でもあのあ新しい視点あの他の人たちが持ってない独自の視点であの文章を書けるようになったりとかするから。

やっぱりその固定観念にとらわれたりとか人に言わ,れた言われてるからルールだから禁止みたいなふうに考えるのは社畜としてだいぶあの板についてますねっていうふうになっちゃうから気をつけましょうという話でしたそしてブログをやる上で重要なマインドラストなんですけどまあネタが見つからない時何したらいいのかって話なんですけどまあいろんなことやってみましょう好奇心を刺激しましょうと例えば自分のコンプレックスが誰かの役に立つこともあるわけなんですよね自分の常識って誰かの非常識の可能性高いわけなんですよ例えば僕がススタンディングデスクで1日中作業してるだったり とかあの信号の待ち時間にスクワットしてるだったりとかあのピアノ弾いたりとか本を読んだりとか自分で料理したりとかあのバレーボールとかサッカーの練習をしたりとかっていう趣味を持ってる人だってってる20代男性の人って多分日本全国世界全国探してもすごい稀な存在だと思うんですよね。たただこれ僕,は僕にとっては当たり前なんですけど で飲み会絶対行きたくないですよね、同窓会とかも絶対断るようにしてるんですけどっていうようなあ多分他の人から見たらちょっと変わってるっていう風に言われること多いんですけどただこれ僕にとっては当たり前なんですよねみたいな風に自分の,のスタンダードって他人にとっては非常識なこととかも多々あるわけなんですよとか自分はその身長が低いだったりとか ADHD とか HSP とか幼少期実家が貧乏だったとか。 自分頭が悪いとかいろんなコンプレックスあるかもしれないですけど、まあ、コンプレックスということは他の人たちにが持ってないもあの個性の可能性が高いということですよねだから他の人たちには持ってないような視点であの文章を書けたりとか。 そのなんかまあ、世の中の少数派の人たちの意見に寄り添って書くことができると例えば僕も学生の頃とか成績は三段たるものだっ,ただったんですけどメンタリスト大吾さんとかあのオイラジオの中田聖子さんとか堀江田寛美さんみたいな華々しい学歴人がないわけなんですよでそんなやつがただな自分を変える方法っていうふうに言ってても説得,力、ね、説得力ねえわっていうふうに思うかもしれないですで他にも YouTuber であの100万人ぐらい登録者がいる勉強効率関係の情報を話しているブレイクスルー佐々木さんっていう方がいるんですよね確か彼は早稲田大学主席という方 今日うまく使ってると記憶してるんですけどで。あの 僕は彼らと違う武器があるのが元劣等生だけどいろんな本を読んだりとか勉強効率に関する本を読んで社会人になってから、まあ、自分で言うのもなんだけど昔の自分よりはだいぶ学習能力が高まったりとか理路整然とものあのなんか言葉を喋れるようになりましたっていうふうになったらなんかお前みたいな才能のない人間でもこんなに変われるのじゃあ自分もやってみようかなっていうふうに弱者に寄り添った説得力という武器を僕は他の人たちには持ってないような武器をあの持,って持っているんじゃないのかなっていうふうに僕は自か自さしてるというか自分で分析してる みたいな風にコンプレックスが他の人には持ってない武器に変わる可能性もあるわけなんですよね。とか自分のコンプレックスが誰かを元気づけたり勇気づけたりできるかもしれないわけなんですよね。っていうような視点で自分を見つめ直したりとか、まあ、いろんなジャンルの本自分が普段読んでいるジャンルの本以外の小説を読むだったりとか友達におすすめの本を紹介してもらうだったりとか。 他にもその自分のブログの情報ジャンルに詳しい先駆者とか先輩の人たちからはお話を聞くだったりそういう人たちの SNS をなんか追っかけてみるだったりとか自分の友達に自分ちょっと今こういうことでネタが詰まってるんだけどなんかこういうジャンルで知りたいことないっていうふうに友達に聞いてみたりとか。 そのあのやっぱり自分で調べたりとか勉強するとやっぱもっと深掘りしたいとか詳しく知りたい分野が出てきたりだったりとか他にもその昔の初心者だった自分はどういうことに悩んでいたのかどう,うどういう解決策を知りたかったのかっていうのをかあの考えてみれたりとかね例えば僕だったらやっぱり劣等生だった頃は学習効率を変える方法とかそして八方美人に振る舞っていていじめられる子だったので、まあ、人間関係をうまくする方法とか知りたかったわけなんですよね。っってていうところに立ち戻ってじゃあ あのなんか昔の自分がこのサイトこの YouTube チャンネルとかこのブログとかを見たら人生変わるようなしあの知りたかったっていう風に思えるような情報って何だろうっていうようなことを改めてリストアップしてみるだったりとかっていう風にいろんな視点で自分以外の。 まあ部屋で引きこもってうんうん考えてても思いつかないかもしれないからなんかあの視点を変えてみるっていうこと非常に重要ですねとかまあ想像力が高まる習慣を取り入れるっていうことも重要なんですよっていうのもさっきお話したように部屋の隅っこでうんうんうなっててもアイディアってなかなか思いつかないわけなんですよね人間の脳の構造的に思いっきりリラックスしたりとか開放的な空間にいる時に脳のいろんな部位が あのへあの平均して活性化していろんな情報が繋ぎ合わされてあの日頃思いつかなかったような斬新なアイディアとか独創的なアイディアが生まれやすくなるわけなんですよね例えば散歩している時とかあの、まあ、軽いあの睡眠状態あのうとうとしている時とか他にも シャワーを浴びている時とかにあの人間の脳って創造性でめちゃくちゃ活性化するわけなんですよねだから散歩だったりとか思い切って休むだったりとかっていうふうに人間の創造性を働かせるような時間を確保するっていうのも効果的ですねまあ創造性とかアイデアを生み出す方法については別の動画で紹介しているので学習効率とかアイデアとかのプレイリストの方から見てみてくださいで、 他にもネタが見つからないとき、チャット GPT に思い切って聞くっていうのもおすすめですね。こういうジャンルでこういうテーマとかでお話ししたいんですけど、なんかネタありませんかっていうのを過剰書きで10個ぐらい出してもらったりとかしてたら、あこういう視点があるんだっていう風な思いつきが、あのなんかあの気づきがあるかもしれませんって話したんですよね。ただ、そもそもも、 特化ブログ、何か一つの情報に特化したブログ例えば僕だったらそうなんか自己改善に関する情報なんですけどで人によっては筋トレに特化したブログ筋トレの足の部位に特化したブログとかバレーボールのジャンプ力アップだけに特化したブログとか。 いろんんななつのジャンルに特化しててるるブログってあるわけなんですよねそのなんかやっぱり一般人がアイドルみたいにそのこの前ランチで何食べましたとかこういう映画を見に行きましたとか旅行の話子育ての話 DIY の話なんかサッカーが上手くなる方法とかいろんな雑多な情報を一つのブログに載せていると「あの別にお前のことそんなに興味ねえよ」だったりとか。 のの YouTube チャンネルでそういう雑多な情報を,あの <laughs> を載せているチャンネルがあったらどう思いますか自分の自分はサッカーの情報を知りたいのに DIY とか子育ての話をしょっちゅう投稿されたら興味持たないですよねあ <laughs> っていうふうにそのなんか雑多な情報を書くよりも一つのチャンネルで一つの情報に絞るっていう戦略が非常に重要なわけなんですよね。 だからと僕たちそのなんか貧弱な個人ブロガーはあの特化ブログ1個のテーマにコンセプトに絞るブログが非常におすすめなわけなんですけどだから僕も例えば YouTube でもその自己改善プラスなんかあのピアノのライブ配信とかもやってたわけなんですよただピアノのライブ配信は t i k t o k ライブとスプーンというラジオ配信アプリにあのもう移して YouTube ではピアノのライブ配信やめたわけなんですよねみたいな風にジャンルを絞るっていうこと重要なわけなんですけど特化ブログ そのブログで何か一つのジャンルに特化したブログを書く際って、まあ、大体僕今自己改善に関する情報って結構幅広だから今120個ぐらい書いてると思うんですけどである程度もこのあ例えばバレーボールの足の筋力を鍛えるための,あの情報を網羅したブログを書いたっていうふうに思うんだったら別のジャンルの特化ブログを新しく作るっていうのも まあネタ切れれ対策としして効果的かもしれませんね例えば僕だったら自己改善に関する情報発信というかブログをもうある程度完成したなっていうふうに思ったらもう次は自分の好きな四字熟語とか古事生語とか,なんか英語のことわざとかその辺をまとめたブログ記事書きてえなっていうふうに思うんですけどそんな感じでまあ別のブログ記事書くっていうのも新しいアイデアが湧き出てきていいかもしれませんねって話なんですよね。であのネタが見つからない時ないんですけど 大之助の理由は最後に紹介したいなっていうふうに思うんですけど迷走、まあ、しまくってました <laughs> 最初は勉強効率に関する情報を発信してたわけなんですよねで勉強効率を鍛えるためにはやっぱ日頃から運動するとか睡眠を変えるとか食事を変えるとかっていうのも大事なんですよって話もブログ記事に追加し始めたんですよねこれちょっと勉強効率とちょっと関係ないジャンルも出てきたなっていうふうになるわけなんですよで まあ結局僕が何で勉強効率についてみあのお,お話ししたいのかっていうと勉強効率について学ぶことによって例えば学校で、ま、習うような勉強学習方法ってめちゃくちゃ非効率なんですよマーカーを引くとか忘れる前に復習するとか集中学習とかねなんか漢字とか数学のドリルとかもあま漢字を何回も書き取るのってあれマジめちゃくちゃ無意味なんですよね。 まあ、あの何もしないよりはマシだけど時間がめっちゃ無駄なんですよみたいな風に誤った学習方法を子どもたちに教え込ませることによって勉強が嫌いになったりとかあの学ぶ機会とかが失われてその子たちの人生がものすごい機会損失が発生するわけなんですよね。<laughs> っていうのが僕その社会に対する深い憤りがあって勉強効率についてあ,のあれやこれや喋ってたわけなんですけど。 というのも勉強効率について変えたらいろんなこと学べるようになったりいろんなこと挑戦するのが楽しくなってそれで人生変わるじゃんっていうだから僕はあの自分の人生を変える自己改善することをテーマに発信したいんだっていうことに気づいて勉強効率だけじゃなくて自己改善に関する情報についても言うようになったわけなんですよねまあお金とかね人間関係の話とかねみたいな風に僕もブログのテーマなんてめちゃくちゃ変わりましたでとにかく大事なのはあの失敗してもいいんですと 見切り発車でいいから、後から改善するっていうようなスタンスで行動していきましょうって話なんですよね。それこそ何回例えに出すんだって話したんで、なんですけど、あの。僕たちよりも圧倒的に頭がいいメンタリスト大悟さんとか、売り出し女片橋郁さんとか、堀江貴文さんとかも、みんな完璧を目指すなと。とりあえずやれっていうふうに言ってるわけなんですよね。 あの中田敦彦さんの座右の銘は前言撤回ですからね彼らみたいな優秀な人たちでさえもちっぽけな自分の人間の脳みそでは未来を正確に予測することなんてできないから仮説を立てて行動してみて間違えたら修正したらいいんだと別に失敗したところで江戸時代とかじゃないんだからその場で切り捨てごめんみたいな風になったりとか手足をもがれたりするわけじゃないですよ失敗したらごめんなさいでまた切り替えたらいいだけの話なんですよね。 にもかかわらず日本の現代社会って失敗した人たちをなんかみんなで石を投げたりとかあの失敗したからもう終わりみたいなその不倫したからもう終わりみたいな風な一回過ちを犯した人たちを許さない風潮がありますよね。法治国家なのに法律以外のものでもなんか同調圧力で収められているもうあのなんか国として終わってるようなあの国民性になってるじゃないですか。だけどあの失敗してもいいんですと。 とりあえずやっっててみましょういうことで、まあ、結構そのブログをやる上で重要なマインドなんですけどブログ以外の副業だったりとか本業だったりとかどんなスポーツをやるにしても、まあ、人生を生き抜く上でも結構重要なマインドとかも入ってるわけなんですけど、まあ、そもそもブログをやるのって、まああのあのまあ、粘り強さとか忍耐強さとかも必要だし。 あのやることは単純だけど簡単ではないっていうことをお伝えしたかったわけなんですよねだから皆さんもブログうまくいかないなっていうふうに思った時はこの僕の動画のを思い出していただいてまたそのなんか聞き流してもらったら新しいヒントがあの皆さんに与えられたらなっていうふうに思いますということで一緒に今日も頑張って今日もというかこれからも頑張っていきましょうということで今回はこの辺で終わります役に立った参考になって面白かったなっていうふうに思ってもらえたら、えー、チャンネル登録高評価コメントいただけると嬉しいですということで今回は以上バイバイ